レオン・プルトーは、フランスの音楽家、画家である。天平技法を用いた、新印象派の画家の一人である。1898年に549人が、犠牲になった客船、ラ・ブルゴニュ号の海難事故の犠牲者になった。ボルドーで生まれた。はじめ印刷会社で働いたが、15歳で、パリに出て、画家を目指した。カフェの装飾画の仕事をするうちに、カフェで演奏する。 音楽家の仲間に入りクラリネット奏者になった。一年ほどサーカスの楽団の団員としてフランス各地を旅した。パリの音楽院で学び、22歳でリヨンの音楽院の教師になった。画家への情熱は持ち続け、音楽の仕事の中でも作品を描き続け、1890年にはジョルジュスーラと親しくなり、天平の技法で作品を描くようになった。 1890年代の後半には、画家としてアメリカのコレクターからも注目されるようになった。1896年に音楽院のオーケストラとアメリカでの演奏旅行をした時、プルトーは絵画を携え、フィラデルフィアでの定期展覧会に出展した。フランスの帰国のために、ラ・ブルゴーニュ号に乗船し、船はセーブル島の沖で小船と衝突し沈没し、 700人の乗客、乗員のうちプルトを含む549人が犠牲となった26歳の若さだった。ありがとうございます。